ガリシア州内の一ムーロスは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体。コマルカで、ムーロスに属する。ムーロスは、リアスバイシャスで最も北にある、リアでムーロスへのエノイアの北部に位置する。ガリシア統計局によると、2013年の人口は9281人。住民故障は、ミューリードン。 カリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.02%。ムーロスはアコルーニャ県の西部に位置し、コマルカでムーロスに属する。北はマサリコスと東はオーテスと西はカルノータの各自治体と隣接し、南はリアでムーロスへの家に面している。ムーロスはムーロス司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。 住民は八の教区の六十の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア社会党のカリダ、ゴンサーレス・セルビーニョ。自治体表議員は、ガリシア社会党。六、ガリシア国民党。四、ガリシア民族主義ブロック。三、ムーロスは八の教区に分けられる。ありがとうございます。